なんでだ？なんで？なんで勝てねえんだよ！もうやめておけ、バロス。
召喚術さえ使えりゃ、召喚術さえ、どうしててめえなんだ、俺様じゃなくててめえなんだよ。召喚術を使う資格ならこの俺様になってあるじゃねえかよ。何をわけのわからねえこと言ってんだこいつは。まだです、まだ終わりじゃありません。これが、みんな気をつけろ。カノン、やめろカノン、本気にならなくてもいいんだ。シルターンの記事、彼が使っているのは召喚獣の能力です。なんて力だ、地面がえぐられちまうなんて。逃げろ。まずい。やめろカノン、もういい、もういいんだ。あのス、それ以上命を無駄に使うな。一つだけ聞かせてくれませんか。彼はハグレ召喚獣なんですか。ハグレじゃねえよ、こいつは人間だ。少なくとも半分は人間のはずなんだ。召喚獣との根気なんですね。カノンは魔物を父親にして生まれたんだ。ただそれだけの理由で母親に捨てられてよ、スラムに来たのさ。人一倍優しいくせに人以上の力を持ってしまったことであいつは迫害されたんだ。おかしな話だとは思わねえか。自分より劣った連中にこいつは居場所を奪われたんだぜ。だから俺様は教えてやったのさ、居場所が欲しけりゃ力ずくで奪えってな。こいつと俺様は同じなのさ、居場所のもらえない俺たちには力しかないんだよ。それは違うぞ、お前には居場所があったじゃないか。知ったくちょきくないだす。てめえに俺様の気持ちがわかるかよ。あのさ、お前は、俺様は絶対に諦めねえ。死ぬまで絶対に諦めねえ。必ずてめえらをぶっ潰してやる。
いきなり決闘だなんて聞いた時にはどうしようかと思ったわよ。みんな無事だったからよかったけど、ああこれからは私もついていこうかな。私が女の子だから、それとも役に立たないからなの？いいの、無茶を言ってるって分かってるから。でもね、私悔しいんだよ。クラレットみたいな力があればあなたたちを助けてあげられるのに。どうして？ああ。冗談じゃねえ。こんな物騒な日に外で遊んでられるかよ。今日はな、税金を納める期限の日なのさ。町のあちこちに兵士が出ているから、ガゼルにとっちゃ物騒すぎるんだろうな。習い事じゃねえぞ。お前だって兵士に捕まったら言い訳できない立場だろうが。捕まるようなことをしてないだけお前さんよりは安全だがな。けっ。